こんにちは競馬予想チャンネルを立ち上げましたコンセプトとしては時間がない人のためのデータ予想みたいな感じかな今日は今週の重賞予定の東海ステークスを予想をしたいと思います一年ごとに堅かったり荒れたり繰り返してデータ泣かせなレースですね一番人気強くて今年は重賞3連続連帯中の8番 t m 迅速の一本かぶりですね 重傷の実績のある先行が有利で3番、4番、8番、9番、12番が該当しますね。前走オープンでそこそこ負けた馬がよく穴開けますね。てか15番人気になってるやん。前走1600万は10番該当。前走オープン2番、9番、15番該当。ミ0コステークス組1番、2番、3番、8番該当。今年は人気場が実力あるので荒れそうにないですかね。